どうもいつもありがとうございます。はい、今回ちょっとサンプルっぽいのも含めてですが4つお届け物来てますのでやっていこうと思います。まず開けないやつやりますね。12月5日、320個目、こちらまたまた当たりました。イオンお買い物アプリです。当選品が午後の紅茶、季節のご褒美、ラフランスっていうことでいただいております。そして12月6日ツイッターでセブンイレブン当選品コスタコーヒー、これ168円、これ2つのアカウントで当たりました。12月14日までやってますのでよかったらやってみてください。そして12月7日ですね、こちらもツイッターのローソンですね、ローソンとアサヒビールからプレゼントっていうやつでクリアアサヒ 350ml、 これも2つのアカウントで当たってます。12月12日までやってますんでこちらもまたよかったらやってみてください。そして昨日12月8日ですね、こちらもツイッターなんですけど DM いただきました。君に英会話公式様より君に英会話年末フォローリツイートキャンペーンというやつで Amazon ギフト券500円が当たりました。はい、ということで開封をやっていこうと思います。まずこちらですね、今年何個か当たってるんですけどカラフルカンパニー様から金沢情報っていう地元のフリーペーパーの情報誌がありまして、そちらの読者プレゼントに当たったみたいです。中身がね何かわからないんでちょっと開けてみます。なんかね瓶っぽい感じなんですよね。調味料かなんかかな。あ、違った、調味料だと思ってました。じゃーん、これ何でしょう。スイーティー、フルーティー、韓国語読めないんですけど、なんて書いてあるんですかね。お酒っていうことでビールかな。アルコール分 4.5%、 多分ホップって書いてあるんでビールですね。はい、ありがとうございます。なんかこの間トマトケチャップが瓶詰めのやつ当たったんで、なんかそういう系のやつかなとか思ってました。はい、ビールでした。そして続いてがこちらですね。これ10月に DM いただいてたツイッターの当選品なんですけど、開けます。はい、ご当選おめでとうございます。バブモンスターバブル1万名様サンプルプレゼントキャンペーンっていうやつでしたね。モンスターバブルっていうのが出たみたいで、こんな感じで3つ入ってました。これ昨日をドラッグストアで見たんですけど1個で売ってて180円してましたね。なので500円相当3つで使ってみれるの結構嬉しいです。いつも使ってる普通のバブルちょっと大きい気がします。ジェット発泡って書いてますね。使うの楽しみです。ありがとうございます。またまた花王から、これはあのウェブで応募したやつですね。これもサンプルなんですけど開けます。キュレルのキャンペーンにご応募いただきありがとうございました。サンプルをお送りいたします。お試しいただいた感想ぜひ教えてくださいっていうことで入ってます。はい、で中身が湯上がり乾燥に濡れた肌に使うクリーム、潤いバリアラッピングということです。これは何ですかね。ボディクリーム、濡れた肌用保湿クリームということです。はい、冬乾燥するんでありがたいです。ありがとうございます。花王はね結構サンプルプレゼントやってるので当選人数も多くて当たりやすいので、サンプル狙ってるわっていう方よかったらサイトチェックしてみてください。はい、そして最後これですね。これ毎度おなじみです。リポビタンキャンペーン事務局様から来ました。またこんな感じなんでダブルチャンスっていうか、もう書いてますね。ダブルチャンス賞オールシーズンブランケットっていうことで開けます。はい、こんな感じになってまして、リポビタン大応援祭2022夏ダブルチャンス賞オールシーズンブランケットご当選挨拶状ということで、はい、ご当選おめでとうございます。ダブルチャンス賞オールシーズンブランケットにご当選されましたということです。はい、またしてもダブルチャンス、これ取説ですね。ダブルチャンスに当たってしまいました。なかなか当たらないですね。もうずっとやり続けてるんですけど全然ダメです。ブランケットはほんと粗品とかでももらうし結構いただくんですけど、オールシーズンブランケットっていうのを持ってないので
これはいいかもしれない。あ、いい。あの、こっちが冷たくて、こっちがちょっとモコッとしてる感じの。で、リポビタン D の柄が入ってます。ここにリポビタンって書いてますね。はい、ありがとうございます。リポビタン D ね、夏のやつは、私は自分では買わないんですけど、ばあちゃんがリポビタン D 好きで飲んでるので、それで応募してるっていう感じですね。もう10年ぐらい応募し続けて、ダブルチャンス以外は当たったことがありません。キャンペーンやってるから買おうっていう感じでやられるのはおすすめしないです。どうせ飲むわとか会社で配られるわとか、もらったらシールついてたわとかっていうので応募してみるのは全然いいと思うんですけど、キャンペーンのために買うっていうのは本当におすすめしないキャンペーンですね。今回ね、ミラブルが確か景品にあって、それに何口かと、あとなんか大きいやつ、テレビとか自転車とかあったと思うんですけど、そういう系のに一口か二口応募したっていう感じになります。ダブルチャンスは割と当たるので、毎回来てくれてるので、ダブルチャンスでもいいっていう感覚だったら買って応募してもいいとは思うんですけど、私だったら自分では買わないですね。ばあちゃんが飲んでるからシールもらってやってるっていう感じです。またやってますよね、今キャンペーン。気になる方サイトチェックしてみてください。では検証情報、リポビタンデーが来たということで、じゃん、リポビタンキッズシリーズで元気応援キャンペーン、こちらやってます。これキッズ用のリポビタンデー、キッズゼリーかリポビタンデーキッズ買って応募するやつになります。1個コースでお出かけの元気を応援ポケモン手袋、3個買って溜まって元気を応援親子マグカップセット、6個買ってリラックスして元気を応援リラックスセットっていうことで、これはビーズクッションとブランケットっていうことですね。はい、っていうのが当たるそうです。で、ウェブから応募もできますし、はがきにレシート貼って応募もできる感じになってます。はい、こちらのキャンペーンが1月いっぱいまでですね、やってます。これ前回これパズルだったんですけど、1個買って応募したら当たったんで、890名割と多い方だと思うので、手袋だったらいけるかなと思ってます。はい、よかったら応募してみてください。それでは本日の動画は以上です。ありがとうございました。